LR チャンネルをご覧の皆様、こんばんは。土曜日担当の岡田遥です。皆さん、週末はいかがお過ごしでしょうか？今週も先週に引き続き喉がお疲れ気味なので、歌の方はお休みして、その代わりにポップコーン作りをしたいと思います。早速近所のスーパーでポップコーンを入手してきました。1軒目にいたスーパーはあのレンジのものしかなかったので、2軒はしごしてやっとこの何ですかね、ガスコンロでできるポップコーンの作れるやつを発見しました。いいですよね、このレトロというか、なんかパッケージがまた可愛くって癒されますよね。さて、早速作っていきたいと思います。すごい、もう早い。あー、ちょっとカメラ、バターが溶けてきました。ジュージューいってます。これをこうやって揺すりながら、揺すってます。何度も地道な作業でございます。強いのかな、これ。ちょっと弱めてみるか。あー、でも、あー、もう沸騰して、あーむずい。頑張れー。お、パチパチ打ってきた。お、うわ、あーわー、ケルトがやんだ。あー、すごい。おー、すごい、めっちゃ弾けとる。楽しい、すごい。感じです。だいぶポップコーンになってきました。弾け切ってきたようです。いいのかな、だいたい多分9割ぐらいは弾けたのでしょう。さあ、ポップコーン火を止めてみました。こんなに、おー、すごい、わー、ボリュームが出てポップコーンいい感じに膨らんでおります。そしてとにかく熱い、もうめっちゃ、あー、すごい汗かきました。さてさて、このポップコーンいい感じにできたんじゃないでしょうか。これ果たしてこんなにたくさん一人で食べきれるのかな。とにかく熱いうちに食べたいと思います。やった、できた。入れる皿、これは大好きなのティーマパウダーっていう色です。すごい、たくさんできました。ポップコーンいっぱいです。ここで悲しいお知らせ、熱しすぎたようで、悲しい、ちょっと焦げついてしまいました。せっかくのポップコーンなので、なんとか焦げてるとこは取り除いて、食べられるとこは食べようと思います。焦げてる、いただきます。すごく香ばしいです。そして焦げてない方もいただきたいと思います。いただきます。高いと美味しいですね。わあ、こんなところにコカ・コーラが、コーラとポップコーン、これは最高じゃないですか。このコカ・コーラは事務所の社長にいただきました。ありがとうございます。